に出たいよ。ごめんごめん、パックマン、もう少し待ってて。次のムービーのスクラッチジュニアには出てもらうからね。どんな動きで出たいか考えておいてね。オッケー。ではいよいよスクラッチジュニアのお話作りの完成です。この動画を見ている君も一緒に見てみましょう。前回は猫ちゃんが外から帰ってきて自分のお家の中に入っていく様子をスクラッチジュニアで作りました。今回は猫ちゃんのお部屋の様子をまず作りたいと思います。このプロジェクト画面で新しいページを追加するには右側のこのプラスのボタンを指でタップします。一番最初に見えたステージと同じような状態になりますので、まずは最初に背景を選びましょう。お部屋の中の背景を選んでチェックボタン。ここが猫ちゃんのお部屋の中です。猫ちゃんはお家の外から帰ってくるので右側に移動させます。じゃあまずは猫が帰ってくる様子を作ってみましょう。右側から左側に移動するようにします。5歩ぐらい歩いてからピンクのブロックの中からこの吹き出しのブロックをくっつけてみてください。みんなお家から帰ってきたら必ずただいまと言うはずですので、この吹き出しの文字のところを指でタップしてただいまと入力しましょう。どんな風に動くか見てみたいと思います。緑の旗をタップしてただいま、こんな風に猫ちゃんが言えたら大丈夫です。もう一つキャラクターを増やしましょう。猫ちゃんのお母さんを増やしたいと思います。キャラクターを追加するにはプロジェクト画面の左側の今猫ちゃんのキャラクターのボタンがあるんですが、その下にあるプラスボタンを指でタップします。この中から猫のキャラクターを一度選択して、今度は筆のマークのボタンを指でタップしてください。猫ちゃんのお母さんなのでちょっと女の子らしい色にしてみようかなと思います。バケツボタンを選択してピンクの色を選択してオレンジの部分を指でタップしてみましょう。猫ちゃんの色が変わりました。チェックボタンを指でタップします。ピンク色の猫が一つ追加されました。お母さんなので猫ちゃんよりももうちょっと大きい大きさにしてみたいと思います。ピンクのブロックの中から左から2番目のブロックをドラッグして指で2回ぐらいタップしてみてください。猫ちゃんのお母さんっぽくなりましたね。続いて猫ちゃんがただいまと言ったので、その後おかえりっていうように、作ってみたいと思います。まずは緑の旗、次にオレンジのボタンを押してこの時計のマークのブロックをくっつけてください。今時計のマーク10って書いてあるんですが、これを20にしてみたいと思います。20。この後にピンクのブロックで吹き出しをつけて、おかえり、おかえりと入力して作ります。どんな風に動くか見ててください。緑の旗をタップします。猫ちゃんがただいまって言った後におかえりとお母さんが言ってくれます。この時計のブロックは緑の旗のボタンが押されてから2秒後に次のブロックを動かすよという待ちブロックです。必要な時に使ってみてください。今ここまでできたら2ページ目は完成です。1ページ目から連続して2ページ目を呼び出したいと思います。1ページ目を開くには右側のこの丸1のサムネイルを指でタップして、猫ちゃんのスクリプトのおしまいに赤いブロックの中から新しく出来上がったこの丸2の背景のついたブロックをくっつけてください。うわー、すっげー。いよいよ次に